若草さん、僕の秘密の宝物を教えてあげる。河原に放置された死体が結ぶ歪んだ絆。お前山田となんかあんのかい。はあるわけないでしょ。秘密の共有が日常を壊していく。おい若草さんはあれ見た時どう思った？それとうるさいな、自分のことばっか喋って楽しい？今日うち来いよ。春菜ともこんなことしてんの？生きてるか死んでるかいつもわかんないけど、これを見ると勇気が出るんだ。山田くんは死んでないと人を好きになれない。私のこと嫌いになった？あんたのことなんか誰も愛してないから。山田くん。リバーズエッジ。